皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、最安の安定化電源といっても過言ではない電源モジュールを見つけましたので、皆様にご紹介していきたいと思います。前回の動画に引き続き Amazon を徘徊していたら見つけてしまいました。それがこちらなんですけど、これ多機能な小高圧 DC コンバーターなんですが、これよくよく見たら機能がすごすぎて、これほぼ安定化電源なんですよね。私以前こちらの動画でコスパ最強の安定化電源の動画を紹介したりしてましたけど、まさか最安がこんなところにあったとは、まだまだ精進が足りませんでした。なんとこちら価格は1000円以下です。安定化電源としては破格の安さですよね。安定化電源欲しいけど数千円出すのはちょっとなーって思っている方にちょうどいいかもしれませんね。もう安定化電源を持っている方にも、何しろこの大きさですからね、手軽に持ち出すことができて、ちょっとした工作にはすごく便利だと思います。そこで今回はこいつの詳しい使い方、性能はどうなのか調査を行ってみましたので、個人的な見解も含めて皆様にご紹介していきたいと思います。こちら、私の動画で何度もご紹介している DIY スタジオさんの商品ですね。 DIY スタジオは私の動画で何度も登場してます。かなりコスパがいいですね。いつもこういうこじゃれた感じの箱に入って届きます。なんかこれコンタクトレンズの箱みたいですね。いつもの静電袋に入ってますね。ヒートシンクが別に分かれてますね。本体と足が4つついてます。これ液晶があるんですけど、ちゃんと保護シールが貼ってありますね。この基板、ここの部分に名前が書いてありまして、 HW140 というみたいですね。 HW140 で検索するとバックブーストコンバーターと出てきます。小高圧コンバーターということですね。入力電圧より下げることもできますし、上げることもできます。なおスペックは入力電圧 5.5V から 30V、 出力電圧は 0.5V から 30V までとなっています。なお最大電流は 4A、 電力は 35W となっています。ちょっとした電気工作には十分なスペックですが、入力電圧 5.5V からと USB の 5V が使えないのは少々不便ですね。ちなみにここに MOSFET が2個あります。これ品番を見てみると D4184 と書いてあります。これ私が以前の動画でご紹介した MOSFET モジュールに使われている MOSFET と全く同じですね。こちらはもう少し大きな MOSFET が使われています。そしてここにはショットキーバリアダイオードの SS56 が使われています。2個並列になってますね。この形、表面実装の MOSFET としてかなりスタンダードな形状ですから、これ私以前の動画で古いマザーボードから取り出した MOSFET と同じです。もし壊れてもここは簡単に交換できそうですね。このヒートシンクは MOSFET とショットキーバリアダイオードの上に貼り付けます。これ両面テープになってます。ただこれ MOSFET とショットキーバリアダイオードに対してちょっと小さいような気がしますね。ちょっと冷却能力は足りないような気がします。ちなみに裏側に制御 IC などが実装されてます。 LM358 とかおなじみの IC もありますけど、ここにあるのがメインのマイコンだと思います。これはなんか表面が消されててわからないですね。ちなみにこの足は裏側からはめます。これで素子がちゃんと浮くので安心しておけますね。
次に接続なんですが、接続自体は非常に簡単です。こちら側が入力です。インのプラスとインのマイナス。こちら側が出力ですね。アウトのプラスとアウトのマイナスです。今これ入力側に 12V の鉛蓄電池を接続してみました。いやバックライトめちゃくちゃ綺麗ですね。右側には電源の青い LED が光ってます。これ画面明るくて見やすいんですけど、この LCD でそれなりに電気を食っていますね。今電流測ったら 12V の鉛蓄電池で 35mAh でした。ちなみにこの右下にあるオンオフボタンを押すと電源をオンオフすることができます。消えましたね。もう一度押すとオンになります。そしてこの左側にあるイン・アウトボタンを押すと入力電圧に切り替えることができます。今鉛蓄電池の電圧 12.65V です。もう一度押すと出力電圧に戻ります。ちなみにオンオフボタンを長押しすると電源投入直後にオンになるかオフになるかを選べます。今オフになりましたね。もう一度長押しするとオンになります。そしてイン・アウトボタンを長押しすると今出力側の電力値が表示されてます。次に表示電圧が正しいかどうかちょっと電圧計で測定してみたいと思います。今出力電圧は 12.42V と表示されてます。12.42 から43ってとこですね。ほぼ合ってますね。ちなみに入力電圧の方は 12.64 に対して 12.66、 まあ 0.02V ぐらい違いますけど、まあこのぐらいなら大して問題にならないと思います。次はいよいよ出力電圧の調整ということで、ここにある可変抵抗のネジを調整すれば出力電圧を変えることができます。ちょっとやってみます。反時計回りに回すと出力電圧が落ちていきますね。時計回りに回すと出力電圧が上がっていきます。液晶で電圧が表示されるので非常に調整しやすいです。それではここからは私がこのモジュールが安定化電源と思える最大の理由、低電流モードについてご紹介したいと思います。このモジュールなんと低電流モードで動かすこともできるんですね。この左側の可変抵抗のネジを調整すると電流値も調整できます。今何も接続していないので 0A で分かりにくいので、何か適当な負荷を接続してみます。これセメント抵抗をちょっと接続してみて電流値を調整してみたいと思います。今 0.49A 流れてます。この状態で左側のネジを回してみます。反時計回りに回せば電流値が落ちると思うんで回してみます。かなり回さないとダメでしたけど、今ここに赤い LED が光って低電流モードに入ったことを表してます。電流値が落ちましたね。これ以上回しても電流が下がらなかったんで、これが最低レベルぐらいらしいです。
低電流モードを超えると赤い LED が消えますね。ちなみにインアウトボタンを押すと入力側の電圧は表示されるんですが、電流値は変わらないですね。出力側の電流しか測定できないようです。同様に消費電力も同じですね。入力側にしても電力は変わらないです。出力側の消費電力しか測定できないようですね。次に変換効率を測定してみます。こちらが出力電圧と出力電流、これが入力側の電流です。入力電圧は 12.45V なんで、効率を計算するとこちらのようになります。入力側の消費電力 3.2W に対して出力側の消費電力 2.46W、 ここから効率を計算すると 2.46÷3.2 で 0.77、 変換効率は 77% ということになります。これはそんなにいい値ではないと思います。やはりバックコンバーターとかブーストコンバーターとか、上げるだけとか下げるだけしかできないモジュールに比べたら、小高圧モジュールの効率は悪くなりがちですね。次は抵抗値を50オームに変えて出力電圧を 25V に設定してみました。電流値はだいたい 0.5 アンペアですね。この時の入力電流は 1.24 アンペア。入力電圧は 12.06V。 この時の変換効率を計算するとこちらのようになります。入力側の消費電力 15W に対して出力側の消費電力 12.5W、 12.5÷15 で 0.83、 変換効率は 83% ということになります。さっきよりは多少いいですけど、それでもまだそんなにいいわけではないです。しかしこちらのモジュールの目的は効率のいい電力変換ではなくて、いわゆる安定化電源的な使い方、つまり設定した電圧と低電流が実現できればいいので、効率はそこまで重要ではないと思います。さてここからはなんか壊れそうなんであんまりやりたくないんですけど、過負荷テストをちょっとやってみたいと思います。今ここに5オームの抵抗をつけて、設定電圧は 24V に設定してあります。普通だったら 5A 近く流れるはずですが、今低電流で電流は抑えてます。ちょっと電源入れてみます。この通り低電流が働いてます。この状態で電流値をどんどん上げていきます。いや、やってしまいました。完全に焼け切れた感じですね。モスペットが多分黒焦げですね。ああ、やっぱりこのモスペットが焼け切れたんですね。交換したら治るかな。今これ撮ってみましたけど、ここのドレインのランドごと黒焦げで持ってかれてますね。多分ゲートとソースはいいと思います。今ここちょっと削ったんですけど、ここにドレインを無理やり接続すればなんとか接続はできるかもしれません。ちょっとこれでやってみたいと思います。今急遽適当にモスフェットをつけてみましたけど、残念ながら治りませんでした。この焦げ方を見るとモスフェットの下のトランジスターが2個あるんですが、ここも焼けてしまっている可能性がありますね。これ接続を見るとおそらくはゲートのプッシュプル回路用のトランジスタだと思います。適当な PNP と NPN のトランジスタに交換すればひょっとしたら治るかもしれませんけど、ちょっと今回は時間がなさすぎてそこまでできません。
それ以外には特に焦げているところがないので、ここを交換すれば治るかもしれないですよね。改めて先ほど壊れる直前の電圧と電流値を見ると 17.3V で 3.367A、 これ電力で計算すると 58W にもなります。まあ普通に壊れる電力値でしたね。もう少し慎重にやるべきでした。いかがだったでしょうか。今日は激安で買えて、ちょっとした安定化電源的な使い方ができる小高圧モジュールについてご紹介してきました。最後無茶させすぎて壊しちゃったんですけど、あまり大電力を流さなければちょっとした電気工作とかでとても便利に使えると思います。直すまではちょっとできないんですが、これ基板むき出しだとあれなんで 3D プリンターでケースも作りたいですね。あとこの可変抵抗のネジもちょっと回しにくいので、普通に手で回すタイプの可変抵抗に交換してもいいですね。最後に今回の私みたいなめちゃくちゃ無茶な使い方をしないようにくれぐれもご注意ください。今回の動画がもし参考になったよという方はぜひ高評価の方お願いいたします。また私のチャンネルではいろいろな倹約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしそういったことに興味がある方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた次回。さよなら。やっちまった。